小学生の頃に遠足に行く前日みたいにワクワクして高揚感で寝れないみたいな感覚を何十年ぶりに味わいました。いよいよ始まるなという感じですね。とても緊張感に包まれていまして、昨日もあんまり寝れてないですね。なんか今まではなんか不安で寝れないみたいなことが多かったんですけれども、小学生の頃に遠足に行く前日みたいにワクワクして高揚感で寝れないみたいな感覚を何十年ぶりに味わいました。素晴らしい衣装を作ってくださって、それはルパンだけじゃなくて他のキャストの皆さんもそうなんですけど、なかなか扱いには、苦労しておりますが、初日幕が開けるまでには何とかしたいなと思っています。マントさばきかなり様になってましたが、結構練習しました？そうですね、練習もしましたし、マントをつける役を、たまにやらせていただくのであのマントさばきには、まあ、少し慣れがあったというのを割とその淡々と何でもね完璧にこなしながら、自由奔放に生きながら、恋愛していきながら、お宝を盗んでいく、ある種ミスができないキャラクターではあると思うので、こういったマントさばきの一つからいろんな部分を完璧ではないといけないのかなという難しい役ではあると思います。さまざまな演奏させていただいてまして、5種類ぐらい演奏しまして、ルパンの何ですかね、さらに、深い部分に見えてくる瞬間があったりするので、ここはもう変装というか自然に出てきてしまうみたいな、そういった面白さも、含まれています。